conversation with the star of the week. さあ、紹介します。電話の向こうに岡村隆子さんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。本当に久しぶりですね。はい、お元気ですか。はい、おかげさまで元気です。はい。そして、35周年ですよ。はい。あのね、さっきちょうど数分前、はい、前川清さんとお話した、まあ53年だっつってたよ。まだあれですね、行く手にいろいろなことが待ってそうですね。はい、そうですか。行く手に、いや今までその35年っていろいろあったわけですけども、はい、これがだってコロナでこんな風になるなんて予測もしなかったじゃないですか。そうですね。あの、まあ、網時代を入れると38年なんですけども、ああ、そうか。まさかこういう未来があるっていうのは思ったこともなかったですね。ね、うん、あの、逆にこれを利用して違うことをやったりとか、はい、あの、過去を見直したりとか、いろんなことをやる方がいらっしゃいますが、岡村隆子さんは何か やってますか?そうですね、あの、2年ほど前にちょっと闘病したので、はいはいはい、退院してからは、リハビリ代わりに、こう、スタジオに入って、歌ったりとか、曲を作ったりとか、うん、でも、結局、私、本当に音楽が好きなんだなというところに気づいて、うん、なんか、変わらず同じことをやってるという感じです。それは自分の、を再発見っていうか、そこは自分のやってきたことがいかに、大切であったか、はい、自分の過去も愛おしいもんだと思ったりしたわけですね。そうですね、もう二度と歌えなくなるかもしれないなって思った瞬間が何度も、闘病中にあったので、うん、もう一度ステージに立ちたいという気持ちを支えに、はい、うん、頑張って乗り越えられたので、なんかそこで、あ、本当に私音楽好きなんだって、はい、今更ながら気づきました。それは相変わらず曲を作ったりもされてるわけでしょ。そうですね、退院してから1曲新曲、入院中にたくさんのリスナーの皆さんが励ましてくださったり、千バズルというか万バズルにもなってたんですけど、皆さん送ってくださったり、もうすごくたくさんの方が励ましてくれたり、支えてくださって、で、おかげで私、その、目の前に、こう、光のように皆さん、応援してくれる皆さんが見えて、そこに向かって歩いていくというイメージで頑張れたので、ああそうか、感謝の気持ちを込めて曲を書きました。ああ、いやー、だからまたその曲を聞きたいですけど、あれですね、はい、ちょっと違うものができたんだと思いますよね、今までの自分に。そうですね、なんか私再体決移植というのをして、はい、新しい命をいただいたので、どんな自分になるんだろうなんて思ったりもしたんですけど、うん、そこのところは、うん、自分は自分のままでなんかこうつながって未来に行けたという感じだったので、うん、逆に音楽好きに嫌いにならずによかったって感じしてます。ファンの方がとおっしゃいましたけど、はい、岡村さんのライブはとても有名ですが、はい、はっきり言ってライブの男女の日っていうのはどれくらいですか。はい、昔20代の頃は、うん、多分女性がすごく多くて、うん、で、やっぱり女性って結婚とか出産とか、はい、いろんな時期があるので、コンサートに来られない時期があって、うん、男性ばっかになった時期があって、で、そこからまた、育児が手が離れて、はい、女性がお子さんと一緒に来られるようになったりとか、うん、ご夫婦で
来られるようになって、先日はどうだろう、結構女性も若干若い方も増えたかなという感じでした。要するに僕はちょっとファンの人を知ってましてね、例えば、はい、女性は岡村隆子のように生きてみたいみたいなものもあると思うんですが、男性の場合ちょっと違うと思うんですよ、その求めているものは。はい、はい、で僕はねちょっとだいぶ昔のことがあるけど、その、はい、ガソリンスタンドにあなたのすっごいファンがいて、はい、毎回合言葉は岡村隆子なんですよありがとうございますそれでちょっと親しくなったらなんどうしたの、サインもらえないかなっつって、もうそれが合言葉になってて、はい、それで良さを その人間が言うんですよ、はい、一言ぐらいで、あ、はい、もうすごいんだ俺は慰められるんだよとかなんか言って、でそれにほだされて僕は人からサインもらわないんですが、あなたに一回だけもらってってるんですよ、その男のとこに、はい、で男のファンと女のファン違う聞き方をしてるのかなっていう、それを感じますよ、なんか。どうだ、そうですね、一度、ノーレインノーレインボーという曲が、はい、雨が降るから虹が出るというハワイのことわざなんですけども、はいはい、まあいろいろ自分なりにもいろんなことがあって、まあ、自分ではその言葉の意味を悪いことの後にはきっといいことがあるよっていう意味に捉えてるんですけど、はい、ちょっと重めの歌を書いた時に、うん、すごくこう仕事を頑張ってらっしゃった男性で、うん、人生で初めて、いろいろなことが あったらしいんですね、うんうんうん、お仕事とかで、うんうん、でその時にすごくこう絶望とか失意とかっていう気持ちを持たれたみたいなんですけど、そんな時にその曲を聴いて、これまだまだこれからだって、うん、そこから頑張りました。歌が救ったんだ。なんかそうかな、なんか一緒にこう歩いていけたらいいなと、男性女性関係なく、うん、わかります、そういう感じは。だけどやっぱりあれだね、男性に訴えかけるとこは力づけたりするって、力上げたりするっていうことはちょっと違うんですよね。なんとなくそういう感じがするんですけど、それで岡村さん、はい、ベストアルバムを2枚、出されています。はい、で一つは、レコード会社が違うんですが、もちろんその活動の場っていうこともあって、はい、T's Best Season 1 と T's Best Season 2っていう、ベストシーズン1は、ソニーから、そしてベストシーズン2はヤマハからという、はい、はい、ことで、今日そのお話をする前にちょっとこれは新曲として、このベストシーズン どっちもベスト版の形を取ってるんですけども、はい、新曲が入っているヤマハの方の中から、はい、女神の微笑みっていうのを聞きたいと思います。はい、これやっぱり男の人の方が喜ぶ、これはもう本当に事実というか、うん、闘病中に支えてくれた皆さんが、うん、私にとって女神のように思えたんですね。で、男の方も女の方も、もう皆さん支えてくださった方はもう女神のように、うん、手を差し伸べて支えてくださったんで、あなたからの感謝もこもってる歌ですね。はいはい、わかりました。それではそのベストアルバム T's Best Season 2から女神の微笑み、岡村隆子。岡村隆子、女神の微笑み。これは岡村さん、はい、病気を なさって、調子はどれぐらいの時の 声ですか。これはですね、いつ録音したかな、レコーディングしたかな、
去年、うん、ああもうあれですよね、すっかりあのすっかりいいですよね、もう ここの歌を。あ、この時ですか、うん、レコーディングはあの1年前ぐらいでもう声は出てたと思います。あ、自分で聞いて、あ、はい、あ、ちょっと前と変わってるようなところあります？前とですか、はい、それがですね、それはその弱くなったっていうことばっかりじゃなくて、そのちょっと違ってきた私みたいなところありますか？あ、去年の12月22日にレコーディングしたみたいなんですけども、はいはい、まあその時はまだこうリハビリの一環で、うん、でその後ちょっと歌わなければいけなくてとか、あのコンサートのために、うん、体力作り、はい、あ、まだまだダメだと思って体力一生懸命歩いたり、うん、ストレッチをしたりして、うん、今度はあのスタジオでマイクを持って歌おうとした時に、はい、初めてマイクを持った時に思ってマイク重いって感じるようじゃダメだって、またそこから体育力作りしました。あ、そうですか、はい、その今はもうあの結構波中通り首通りみたいな感じになってますか？そうですね、まあ7、8割、うん、でもそうですね、あのちょっと短めのコンサートでしたので、うん、まあほぼという感じで、ただやっぱりステップ踏んだり、うん、ちょっと私にとって激しく動く目の曲は外しました。ああ、そうなんだへえ。で、だけどこれはあれだよね、その回復されるにつれて、完全に回復されるにつれて、はい、絶対盛り上がるチャンスですね、これね。もうだってみんな心配で来てくれるもんね。うん、まあただ本当に、皆さんもね、なかなかこういう状況下なので、ああ、まあそれありますけど、はい、でも本当に心配して集まってくださったり、うん、それから遠くからでも、うん、祈ってますって応援してくれたり、はいはい、もうリスナーさんと共に歩いてるという感じなので、はいはい、これからもなんていうか復帰したっていう、そこから一歩踏み出せたので、前に向かって、うん、皆さんと一緒にまたこれから歩いていきたいなって思ってます。わ、はい、かりました。時間の方も来てしまいましたので、はい、それではベストアルバム T's Best Season、1の中から、これはもうみんなが知ってる、曲なんですけど、これを聴きながらお別れということになると思います。聴いてる人ちょっと涙出るかもわかんないよ、はい、前もって、小林が言っておきます。今日はゲスト岡村孝子さんを迎えてお送りしました。そして、では彼女が発売している T's Best Season 1からこの曲を聴きながらお別れです。岡村さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、早く元気にみんなの前に出てください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ほらほら聞いてきたよ音楽が